神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。 なっそうかぼくのそうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだエイコおばさんに相談してみようあきゅちゃん イスラエルのことなら私に任してエエイイコおばさんイスラエルを軸として聖書を見る時これまで見えなかった神様のご計画が明らかになりますその最後のピースにやっと気づいたたけちゃんそこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりのおばエイコだったのです いします。あらタケちゃんいらっしゃいこエコマさんお元気にしてましたか神様のおかげでとっても元気にしてるのよタケちゃんのこと待ってたわあ嬉しいです今日も会えるを楽しみにしてきましたよそれでイスラエルに行くこと決めたのそれがですね もう申しし込んじゃいましたわーすごい嬉しいない,いいツアーを紹介してもらったなと思ってただ今日いろいろ聞きたいなと思ったんですけどあのちょっと好き嫌いもあったりもするので食べ物はイスラエルってどんなものかなと思ってあの聞きに来たんですそれは全然心配いらないわイスラエルには例えば パラフェルだとかそういう食事があるんだけどこれはポケットパンにお野菜だとかお肉を入れて食べるのちょうどアメリカのハンバーガーみたいなのすごくなじみやすい味でそれにホテルに行くといろんな食物が出てるからもうお野菜でもお肉でも自分の好きなものだけ選べばいいのよ。あそこは何でもあるの じゃあ僕でももいろんなもの楽しめますかねそう絶対大丈夫、うん、じゃあ他にこれは食べといた方がいいとかイスラエルの独特の食べ物って何があるのかなうん、うん、アファラフェルだとかアラブ人の食物なのね<ー>だからイスラエルの独特の食物っていうとどうしても 聖書の中に出てくるお祭りに関連してくるのよね例えば、えー、杉越のお祭りなんていうと子、うん、羊を捧げるっていうので子羊の食べ物が出てくるんだけど種なしパンっていうのは、えー、こういうものなのちょっとクラッカーのようなもので。えー えー、そして、えー、よーく見るとこう穴が開いてるじゃないそして筋もついてるでしょこの種なしパンっていうのはあ罪がないっていう意味を表しているのでうん、うん、種のののなないいパンっていうのはイエス様のことなんで,すですからイエス様を信じているユダヤ人はこの種なしパンの 穴を、うん、え十字架の釘の穴っていうふうに言ってる<ー>それにこの筋はイエス様の鞭打ちの筋むち打ちの跡を表しているそれがマッツァーって呼ばれている種なしパンなのねマッツァー。 えー、杉越のお祭りの時だけしか食べないんだけれど、うん、これの粉を、うん、卵で混ぜて、えー、マッツァーボールスープっていうのがあるんだけどね、うん、ちょっとここで見てみて、うん、こういうものでねとってもおいしいスープなの<ー>すごく喜ばれて、えー、よくイスラエルの人は安息日に。 そのスープを食べてるわ。このマッチャは過越しの祭りの日にしか食べないけれど、マッチーボールスープは他の時にも食べるっていうことなのね。どういうことなの？じゃあ僕も食べることができるのかな。うん。もしホテルに出てきてたら。うん,うん。でもホテルに出てこなかったら。 今度私作ってあげるわよじゃあそれ楽しみに待ってる、はい、じゃあこのマッツァーは杉越のお祭りに食べるって言ったその杉越の祭りっていうのも聞いたことはあるけどどういうい祭りなのこのことはずいぶん長いお話になってしまうのねうかうかだから杉越のお祭りのお話はまた別の時にしましょう。うん、今は イスラエルの食べ物のお話なのでその食べ物のお話し,しましょうねまあでも食べ物はあんまり心配しなくても大丈夫かなそう,そう,そう,うん心配しなくて大丈夫野菜も果物もでもあるのイスラエルの果物ってね驚くものがあるのよ、うん、寒いところにしかできないりんごも梨もできるのところがサイズは四国の大きさの小さな国なのよ、うん だけど一年中バナナが収穫されるという不思議な国なのよ。<ー>だからもう何でも食べれる。リンりんごとか梨は普通涼しいところで採れるけど、バナナも一年中。一年中収穫されてる。じゃあ今行ってもバナナは食べれる。食べれる。それは不思議な土地なんだね。 そっかじゃあなんかだんだん楽しみになってきたし食べ物も楽しみになってきた大丈夫心配しないでまあ初めてもちろん行くんだけど買い物もできるんですかねなんかイスラエルって遠くて何にもないように思うんだけれども、うん、いろんなものがあるの、うん、えー、司会昨日、うん、この間お話しした司会、うん、あの司会にはミネラルがいっぱいあって、うん 素晴らしいお化粧品が作られてるのママに喜ばれると思うわよ <laughs> だからそういうお化粧品をママに買ってくる、うん、またもつ薬だとか乳香というような香料が入ったオリーブの湯祈りの時に使うんだけどそういうものを牧師先生にお土産に持って帰ってくるといいと思うのそして教会の方々には、うん 夏目屋しっていうあ夏目屋市っていうとね、うん、干し柿のような味がするんだけど夏目屋しを教会の方々に買ってくると、はい、聖書の中の食べ物だからすごく喜ばれると思うわよ、えー。牧師先生に聖書の中に出てくる流行とかそれを簡単に買ってお土産で持って帰れるんだ。そういういとこなの、うん 夏目ヤシもやっぱり聖書の中に出てくる出てくるのよ。<ー>ええー、ちょっと聖書見ましょう。うんうん、ね、えー、夏目ヤシってね、あの四編の中にこういう言葉で出てくるの。うん、正しいものは夏目ヤシの木のように栄え、レバノン杉のように育ちますって九十二編に書いてある。ええ、これは などういう意味なのかっていうとちょっとナツメヤシって驚くばかりに、うんえー、実を鳴らす果物の木なのね、うん、ちょっとここを見てみてね、うんえー、このたくさんの実見てこれシ房フ房に、えー、700個だとか900個実がなるの<ー>それが1本に12房あるのよ。うん でだから一本の木で、えー、700個900個っていう実がなるそのような木だから正しいものは「夏目足のように栄える」という言葉が<ー>あはっきりと分かってくるわけね、うん、だからイスラエルに行ったら夏目足の木をじっくり見てきて。分かった じゃあその辺にも生えてんのかな夏目やし道路のそばにたくさん夏目やしの木が<ー>あ畑があるからねよく見ておいてえじゃあ一本の木にもうバーって実がなっててだから聖書で正しいものはそのたくさんもう何千個っていう実をつける夏目やしの木みたいになるって、まあ、栄えるって言ってるっていうことの飲み込みが早いな<あー> <laughs> 何か,か聖書のことがそういう木を見たりしてよく分かりそうな気がするね、うん、夏目足ってねすごい特別なの、うんえー、例えばねこの新明紀に、うん、この「聖書の中の食物」っていうのが出てくるのよでここ7つ7つの食物ね小麦、うん、大麦 ブドウ、イチジク、ザクロ、そして、オリーブの湯、あ、オリーブ湯、オリーブの実だけじゃなくてお、お油がたくさん取れるんでしょうん、うん、えそして、夏目足のことを蜜って呼んでるの。蜜の地って呼んでるのね。<ー>えー、この地は、この約束の地は、 父ああと蜜の流れる血って言ってるでしょこの「父と蜜の流れる血」っていうその蜜が夏目足なの<ー>夏目足からはたくさんのシロップが取れるのでそれを蜜って呼んでるのへえ蜜っていうのが果物である夏目足のことなんだそうなんですすごい甘くて ええー、干し柿みたいな味。じゃ、蜜も売ってるの。蜜も売ってるの。夏目足も売ってるの。夏目足の,<ー>の蜜って書いてあります。ああ、そうなんだ。じゃ、それも見つけられるかな。じゃあ、父と蜜の流れる地っていう、その父の方は。父の方は牧場。 あ牧場がたくさんある<ー>牧草がたくさんある、えー、そういうので「乳、えー」父っていうのそして「蜜は」はナツメヤシもちろんハチの巣もたくさんあったって聖書に書いてありますけど、えー、だけどナツメヤシのことを蜜と呼んでるへえじゃあ結構昔からイスラエルで「蜜」って言ったら「 もう夏足のこととをずっと刺してたっていうことへえそうなんだいやイスラエルっていうともう最近の国の様子しか見てないからうん、うん、あんまり昔からの言葉が続いてるっていうのを知らなかったんだけどあこの言葉はもう約3,400年前に語られた言葉ですからねかものすごい古い民族なの。 3000 ?3400 年年,年あそんなに古い民族なんだねじゃあ例えば聖書に出てくる、えー、旧約聖書に出てくる人たちその人たちはイスラエルに住んでるけどイスラエル人とかユダヤ人とか呼ばれてたのそうああいい質問するわねイスラエル人とユダヤ人って 一体この二つの名前は何なのかって、いや、イスラエル人っていうのは、もともと、アブラハムという人が神様に選ばれたんですね。うん、なぜ神様がアブラハムを選んだのか、うん、それは世界中の人を祝福したって、うん、神様が世界中の人を祝福するためにアブラハムを 選ばれたんでこのアブラハムの孫というのが、うん、あヤコブっていう人で12人の息子がいたんだけれども、うん、この聖書の中にこういう言葉があるのよ。うん、このヤコブの話なんですけれども創世紀32章28節に「 神様がヤコブにおっしゃってる言葉ね、うんうん、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだって呼んでるんですよねこれは祝福を表してるんだけど<ー>、えー、これでイスラエルという名前が始まって、うん、12人の息子がイスラエルの12部族というのが始まったのね、うん、そういうことなんだえじゃあ 今のは、ヤコブがイスラエルって呼ばれるようになったけれども、最初に出てきた人は、アブラハム。神様は、アブラハムを通して、世界中の人を祝福したいって言った。その世界中の人たちに、僕たちも含まれてるっていうことなの そうなのよ私たちを祝福したいからアブラハムを選ばれたのへえ<ー>いや竹ちゃん <laughs> 飲み込みが早いわねいやいろんなことが分かるなと思ってじゃあちょっと待ってイスラエル人は今ちょっと分かったけどユダヤ人っていうふうにも聞くじゃないでそれはどう違うの <laughs> これもすごい良い質問なんだけど。うん えー、実はこのイスラエル十二部族だったんだけども、うん、紀元前930年に分裂が起こっちゃったの。うん、で北イスラエルと南ユダっていうふうに分かれちゃったの。うん、この南ユダっていうところにはベニヤ民族だとかシメヨン族だとかレビ族だとかねもちろんユダ,ユダ族もいたんだけど。うんうんうん この人たちがユダヤ人と呼ばれるようになったの。ユダ族だけじゃないんだけど、ユダヤ人と呼ばれるようになって、うん、で、このユダの方に神殿があって、北イスラエルに神殿がないので、この北から神殿のある方向に移ってきた人たちもいっぱいいるのね。うん、だから、ユダヤ人っていうのはユダ族だけじゃなくて、いろんな あそういうことなんだでも名前としては後からできた名前の方がユダヤ人へ今現在の新しいイスラエルが「うん、イスラエル」と呼んでるのは「うん、イスラエル」という名前は「神様からいた,だいた祝福の名前でしょでユダヤ人」っていう名前は分裂から起こった祝福じゃない名前でしょ。 だからユダ,ヤユダヤ人の国とは言わないで、うん、イスラエルと呼んでるのいろんな部族が混ざってるし祝福の名前はいい名前だもんね <laughs> でも<う>考え方としてイスラエル人とユダヤ人ってあ同じ民族のこと指してるんだなって僕は理解している<ー>素晴らしい理解本当その通り<ー>ユダヤ人もイスラエル人も、うん、同じアブラハムの子孫なの。 そうなんだまあそういう人たちがじゃあアメリカに行ったらアメリカ人がいるだろうし韓国に行ったら韓国人がいるだろうしイスラエルに行ったらイスラエル人でもユダヤ人とも呼ばれてるけど、まあ、それは神様が私たちを祝福するために始まった人たちって見ながら行けばいいのかな。 すごい理解力ね素晴らしい,いどんな人たちに会えるか楽しみだなと思っていやーイスラエルのことが分かると <laughs> だん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 聖書のことが分かってくるからねーいやー嬉しいな言ってくれるのは、まあ、すごく楽しみになってきたんだけどほかにどんなところにツアーとしては行くのかあの今回の僕の行くツアーではああ若者のツアーに行くので「荒野に行くって書いてあったわよ でラクダにも乗るし荒、えー、野でテントにも寝るっていうからね、えー、羨ましいもう私も行きたいと思ってるんだけどへえ荒、ー、野日本では、まあんま荒野って聞かないけどねラクダにも乗れるのアラクダにも乗れるのよ楽しみだな野っていいうのは日本にないでしょうん、うん、だから荒野に行ったら是非ともこうじ くりとと経験してもらいたいたことがあるのでそれはモーゼが燃える芝を見た神様に出会ったっていうのは荒野なのよ。またエリアが「エニシダの木の下」「エニシダの木の下でシュ、えーンとしてる時に見つかいが現れて、えー、お菓子とお水を与えた」 っていうそれも荒野で起こってるのねでそして神様の見声も聞いていてるだから荒野っていうところで神様に出会うというところなのよそっかじゃあ僕も神様に出会えるのかなラノに行ったらああ是非そのことを望んでいってほしい、うん、その望んでいる心が祈りになって神様の御声聞くかもよ、うん どんな木が生えているの荒野にはえ、さっき言ったエニシダの木エニシダの木っていうのは日本にはないよね聞いたことないね,ねえあの私ここにちゃんとあるのよはい、はい、えー、ここ見てこれがねエニシダの木って木って言うんだけど、うん、実は芝のようなもの芝のようなもので えー、そして、えー、中には私の背丈よりずっと高くなるのもあるし、うんえー、ちっちゃいのもうんあるでも荒野に行くと必ず見るわよへえー、荒野っていうけどにシダの木が生えてるのは分かったけど他にもこういろんな木が生えてるのいやアラの荒野だから荒れ果てたところで <laughs> 実は <laughs> ああ 水がないところ乾ききったところああか、えー、だから、えー、荒野に立つと、うん、イエス様のお言葉がねじーんとくることがあるのよちょっとね、うんえー、このヨハネの箇所を読みたいと思うんだけど、はいえー、これはイエス様ご自身がおっしゃった言葉なのね、えー、イエスは 答えて言われたっていうのがヨハネの4章なんだけど、えー、この水を飲むものは誰でもまた乾きますってこれは普通の井戸の水ね <laughs> しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません私が与える水はその人のうちで泉となり 永遠の命の水が湧き出しますって書いてある荒野、うん、が多いイスラエル四国の大きさなんだけど半分以上が荒野なのね<ー>その中で、うん、もう水がなければ生きていかれないというところで私の水を飲むものは乾きませんっておっしゃったイエス様<ー>、えー、その お言葉は私は生きる水ですよ、うん、この荒野にいても私を慕うものは大丈夫っておっしゃってるのね、うん、だから荒野でイエス様のそのお言葉をしっかりと受け止めて、うんえー、その乾ききったところをしっかりと目に映してきてほしい写真にも撮ってきて。 植物も見つけられるけど基本的にはもう水がないっていう雰囲気をこう感じる場所で,場所でだからこそイエス様が私が与える水を飲むものは乾かないっていうことも求めたくなるのかな、うん、そういうこと、ね、うそれほど生ける水の大切さっていうのが分かってきます、ね、水が大事だからねやっぱりう じゃあそろそろ帰ったら荷造りもちょっと準備しようかなと思うんだけどあの今の季節、まあ、イスラエルに行ったらどんな季節なのかなと思って何を着ていったらいいとかそうね視界の辺りだとか、うん、あ荒野っていうとちょっと昼間は暑いので、うん、T シャツがいいかな半袖のだけど夜になると涼しいから、うん、軽いジャケットだけどエルサレムに行くと標高 こう 800m っていう寒いところだから長袖があったほうがいいねジャケットもあったほうがいいしなんかこう重ね着するっていうのが一番いいのがイスラエル,ラエル暑くなったら脱ぐうー寒くなると着るっていうねだからいろんなものをあまり重たくないように、えー、詰めていくといいと思うね。そうか じゃあ大体そういうこと頭に入れて準備してみようかなう嬉しいな行ってくれるんだん結構ぴったりなツアーをおばさんが紹介してくれたなと思ってね楽しみにちょっと準備して行ってきます、はい、お写真たくさん撮ってきて、うん、撮ったらまた店に来るからはい、はい、また来てね、はい、もう待ってるよ、うん、またじゃあ行ってきますいってらっしゃい今日のおさらいをします一つ目は 夏目芝は一本の木に八千から一万もの実をつけることから「正しいものは夏目芝士のように栄えると詩篇の中で歌われていた二つ目荒野は神様と出会うところ見渡す限り何もなくほとんど雨も降らず乾燥しているため水の重要性を教える荒野はイエス様が私が与える水を飲むものは 決してくくことがなく私の与える水はその人の中で泉となると言われた言葉の奥深さをよく理解させてくれる皆様またお会いしましょうシャローン